おはようございます。おはようございます。そこで今回初めて、鶴ヶ島ボーイズさん、来てもらったので、一応全員、今日は、こちらのカメラで、出てもらって、全員出てもらうのは多分グローブ紹介だと思うんで、グローブ綺麗にしてると思うんですけど、自分のグローブのこだわりとかそういうのを、伝えてもらえたらなと思います。そして、鶴ヶ島ボーイズさん、がどういうチーム、どういう、いいチームかっていうのも、カメラに向かって、大きな声で、伝えてほしいなと思います。はい、どうもシューティビです。お願いします。というわけですね、本日は鶴ヶ島ボーイズさんに取材に、来させていただきました。取材してて初めてかな、来させてもらえる鶴ヶ島ボーイズさんなんですけど、場所がなんかすごいんですよ。試合用の機械、めちゃくちゃ広い。一応こっちがメイングラウンドかな。メイングラウンドがようやくなんかでも90 あるかないかぐらい、あるけど、その向こう側もさらにあるんで、めちゃくちゃ広いんで、でこっちがね、まあ、サブグラみたいなところがあって、まああのなんだろう、ここ数年でまあこういう環境になったっていうのを聞きましたし、指導者があのこれ越谷シニア取材したじゃないですか、矢島監督、阿久津コーチは1個上って言ってました。だから矢島さんの1個上の先輩ってことなんで、裏がここにもいたかっていうね、すごいですよね。で、まあ部員が結構今多いみたいで、1、2年生39人、約40人ぐらいいて、3年生も含めると60とか超えるみたいなんで、まあ、平均20人ぐらいかないると思うんですけど、まあどういう選手がこのチームに入ってるかっていうのも、なんか絶対いいところがあるはずなんですよ。まあ環境もいいだろうし、中身も指導内容もいいと思いますし、その辺を深掘りしていきたいと思います。それでいきましょう。おはようございます。翔太です。はい、今日お願いします。お願いします。ちなみにちょっと僕ら初潜入じゃないですか。どういうチームかって教えてもらってもいいですか。チーム方針で個の力じゃなくてチーム力で勝てるチームっていうのがチーム方針だって、でみんなで協力とかして道具の準備したり片付けとかしたりしてます。はいはい、まあ、一致団結してって感じだね。オーケーです。今日一日楽しませてもらえればと思います。はい、お願いします。お願いします。1年生です、しょうまです。1年生のしょうまくん、はい、はい、お願いします。お願いします。で、ちょっと僕ら初潜入なので、はい、どういうチームかって教えてもらっていいですか。元気がいいし、なんかコーチたちも一緒に練習できて、いいチームだなと思って、うん、そうね、指導者の方々がバッティング練習中グラウンド内にいるもんね、はい、ぜひぜひね、今日その楽しい姿を見せてください。はい、はい、お願いします。中学1年生のリオンです。リオンくん、はい、はい、お願いします。お願いします。ちなみにどうして入ったの。最初に体験来てやっぱり雰囲気が良くて、元気もあって、そうね、みんな元気いいもんね、はつらつしてるし、はい、ぜひね、その元気の良さ、はい、今日見せてください。はい、はい、お願いします。お願いします。1年の両親です。両親くん、お願いします。まあ、一体どういったチームかっていうアピールポイントをお願いします。スルボーは、身長の高い選手が多くて、低い選手もいるんですけど、やっぱ低い選手は守備が上手いです。なるほどね。ちなみに高い選手は何がいい。高い選手はパワーがあって打球が結構飛びます。はいはい、じゃあもうバランスがいいチームってことだね。はい、オッケーです。じゃあね、今バッティングレシーやってて、確かにみんなバンバン飛ばしてるんで、そういったところ皆さんにお届けできればと思います。はい、今日お願いします。お願いします。おはようございます。2年のゆうとです。2年生のゆうとくん、はい、はい、お願いします。どうして入団を決めたんですか。このチームは野球だけではなく、テスト前になると勉強もしっかりやらせてくれるので、このチームにしようと思いました。なるほどね。みんな嫌いだと思うけどね、しなきゃダメだよってことだよね。はい、2年生だよね。はい、どういった進学先行きたいとかあるの。高校名は出さなくてもいいけど、お父さん以上の高校には行きたいです。ライバル心、お父さんに。はい、OK です。じゃあね、野球も勉強も頑張れる環境ということなので、そういったところもね、今日お送りできればと思います。はい、今日お願いします。ます。
7。よいしょ。1年生で井上豊志です。ゆうし君お願いします。お願いします。どういうチームかっていうのを聞いてるんだけど、ゆうし君的にはどういうチームかなって。外周とかきつかったり、まあ、ボール拾いがあって、それでまあコーチたちに見つかったら外周とかあって、まあ、きつかったりするんですけどはいはい、はい、まあ基本的に楽しくやってるチームなんで、うん、めっちゃいいです。まあね、あのそういうのもね、楽しくやればね少しは苦じゃなくなるからね。はい、なるほど。じゃあね、その楽しい雰囲気を今日はバンバン見せてください。はい、はい、お願いします。お願いします。2年の福太郎です。福太郎くん、はい、はい、2年の上倉ハリアです。ハリアくん、はい、お願いします。みんなにどういうチームかっていうのを聞いてってるので、お二人的に思う、まあ、チームのカラーというか、やるときはしっかりやって、ダラダラするときはダラダラするいいね、メリハリがあるって感じか。メリハリあります。いいね、いいね。どう、楽しく、まあ、のびのびとやってます。うん、まああの監督さんがねすごい楽しそうにやられてるからね。なるほどです。じゃあ今日そのね、楽しそうな雰囲気をぜひたくさん見せてください。はい、はい、お願いします。お願いします。1年のゆうとです。ゆうとくん、はい、はい、1年のそうたです。そうたくん、はい、はい、お願いします。なんかさっきの元気どこ行ったの、めちゃくちゃ声ちっちゃくなったけど。はいいいね、いいね。チームどういうチームか教えてください。みんな元気でやっぱ明るい、メリハリがついていていいチームです。なるほどね。まあ、まあ、やるときはやるし、そのリラックスするときはリラックスする、あのメリハリがしっかりできてるチームということなので、まあみんなもそういうことは言ってるので、ぜひね、今日そういうところをこのカメラで撮らせてください。はい、はい、お願いします。お願いします。2年の宗像大輔です。大輔くん、はい、お願いします。大輔くん的にはどういうチームですか。まだ技術とかはまだまだで、やっぱりまだ足りないところはあるんですけど、やっぱりみんなが協力して、気合が入れられる、すごい盛り上がりのあるチームだと思います。おー、いいね。じゃあその盛り上がりをぜひ今日このカメラで撮らせてください。はい、はい、お願いします。お願いします。バービーめっちゃやってる。バービーやっとる。バービーよりハーキーの方が大変だよな。足踏みのやつ。暴れよな、大丈夫。
「思いを乗せた決め玉で」